はい、お待たせしました。神社の話をさせてくれ。本日もやっていきたいと思います。畑小坂の小坂です。よろしくお願いします。はい、でですね、今日ご紹介する神社なんですが、奈良県の吉野郡にありますですね、天川大弁財天社、略してですね、天川神社って呼ばれるところをご案内しようと思ってます。で、この天川神社なんですけど、近鉄電車下市口という駅からですね、こっからがすごい、こっからがですね、バスで75分ぐらい行ったところにあります。めちゃくちゃ遠い、めちゃめちゃバス乗ります。まあまあ、それもそのはずなんです。山の真ん中ぐらいにあります。で、僕が行った時はですね、もうかなり雪積もってて、で、バスもですね、チェーンはめて山道登ってました。で、またね、このチェーンがですね、途中で外れるっていうね、事件もありまして、で、まあ、乗ってんのは運転手さんと僕だけやったんで、運転手さんがちょっと待ってください言って、で、またチェーンはめてくれて、で、またバスが進んでいくっていう感じだったんですよ。でね、このバスね、バスの運転手さんほんまにすごいなと思うんですけど、なんかね、バスがありえんぐらい狭い道通ったりとかですね、あと雲の海、雲海が見えるほどの高い山のですね、峠をどんどん攻めたりするんですよ。もうすごい、何なんだと。地方のバスの運転手の皆さんの技量がすごい、バスの運転の腕前がすごいとね、もうそればっかり感心しながらずっとバス乗ってたんですけども、まあね、75分ぐらいバスに乗りますから、もう僕のね、トイレも我慢できなくなってきますよ、徐々にね。なんでね、まあなんとか事なきを得て75分間ですね、我慢したんですけど、もう降りたら速攻天川神社のバスのトイレ行きました。バスのトイレちゃう、天川神社のトイレに行きましたね。ほんまに皆さんもね、行くときちょっと気をつけてくださいね。75分ぐらいバス乗りますから、バス乗る前にね、たくさん水分とか取らないようにしとってあげてください。でですね、この天川神社なんですけど、まあ僕が行った時結構雪降ってたんで、もうほんまに何やろうね、足首ぐらいまで雪来るぐらいっておかしいですね。何やろ、歩くたびに足首ぐらい、なんだ、足が埋まるって言ったらいいんかな、まあまあそういう感じのですね、降り具合やったんで、それがですね、神社と相まってめちゃめちゃ天川神社綺麗でした。なんでね、皆さんもよかったらですね、めちゃくちゃ寒いんですけど、もしよかったら結構雪降ってる時に行ってください。おすすめです。あとね、夏の時期も、これネットかなんかで載ってる写真見ただけなんですけど、夏の時期もめっちゃ自然が緑緑しててめちゃめちゃ綺麗かったんで、もう行くならどっちかやと思います。なんでね、もしよろしければどっちかの季節、夏か冬にぜひね、行ってみてください。では本日はここまでです。皆様ご視聴ありがとうございました。